ヌルベクリは、中華人民共和国の政治家である。新疆ウイグル自治区ウルムチ市長、新疆ウイグル自治区政府主席、国家発展改革委員会、副主任権国家エネルギー局局長を歴任した。1961年、新疆ウイグル自治区ボル、タラモンゴル自治州ボル、タラ県に生まれる。幼い頃から、振動の誉れ高く、1977年に、 主席で高校に入学、翌年1978年に受けた全国普通高等学校招き制入学講師でも優秀な成績であり、17歳で新京大学に進学した。1982年12月、大学在学中に中国共産党に入党、新京共産党青年団初期、新京大学共生団位副初期、高等位上位、 宣伝部部長を歴任した。1993年から2000年にかけて、カシュガル地区の行書要員自治区人民政府副秘書長、中国共産党ウルムチシー副書記、副市長、代理市長、市長を歴任した。2000年12月から新疆ウイグル自治区自治党、常任委員、西方委副書記、自治区党委副書記を歴任し、2007年11月から、 党第17回大会にて、中央候補員に当選し、2008年1月、自治区人民政府主席に就任した。2009年ウイグル騒乱が発生した際、海外からの指揮を受け、国内で実行した、計画的かつ組織的な暴力事件だと指摘した。各民族が固く団結する中、賛成力の扇動による襲撃は、必ずや、各民族の避難に遭い、 敵の分裂、破壊行動は徹底的に失敗するに違いないとした上で、典型的な社会治安事件であるのに、海外の賛成力はデマを撒き散らし、悪意を持って中国共産党と政府を攻撃したと述べ、あの手この手で真相を知らない一般市民を煽動し、デモ行進させ、民族の団結を深刻に破壊し、調和の取れた安定した局面をぶち壊したと語った。 ウイグル族の一部からはヌルベクリは、新疆の安定を理由とした人権弾圧と民族問題では、中央政府に忠実な政策を行っていることから、中国の区別であるとして、ゼロを意味するヌルと名前のヌルをかけて、いないに等しいと揶揄されていたという。二千十四年十二月十一日に国家発展改革委員会、副主任権国家エネルギー局局長に、 定年退職したクレシンユの公認として就任。ウイグル族高官が中央の重要官庁の要職に就くのは異例であり、ウイグル族などの民族対立問題に直面する習近平党総書記として少数民族重視の姿勢をアピールする狙いがあると見られる。また、発展会各位復就人権国家エネルギー局長を務めた劉哲夫被告が収賄罪で、 無期懲役判決を受けるなど、発展会閣位やエネルギー局を舞台にした、汚職事件の調査が本格化しており、ヌルベクリの登用で、人事刷新を目指す意向もあるとされる。その後、ヌルベクリの公認には、ショハラトザキル同常無委員会主任が選ばれた。同時地区の公式ニュースサイト、天山網が伝えた。ショハラトザキルは2015年3月までに開かれる。 同時地区人民代表大会を経て、主席代行に就任することとなった。2018年9月21日、中国共産党中央規律検査委員会は、規律違反でヌるべくりを調査していると発表し、2019年3月16日に、中央規律検査委員会と国家観察委員会は、連名でヌるべくりに、重大な規律違反があったとして、党籍剥奪と基礎を発表した。 2019年12月2日、両年賞信用紙の中級人民法院は無期懲役の判決を下した。20年間にわたり7900万円の賄賂を受け取ったほか、自身の合流、また職権乱用による利益誘導などを認定した。ありがとうございます。